はい、皆さんおはようございます。宮田です、今日はですね、宮田号で、今からね積み込み行くんですけどね、箱の荷台の中をね整理してて、こんだけもうめちゃめちゃ汗だくなんですけど、今ちょっと箱の中見に行きましょう。せっかくなんで行きましょう。よいしょ、ウイングが開いてます。汗だくっすよ。もう今日風がないんでね、湿気がすごいんですよ、今日はこの古い方のね、三軸を引っ張ってます。懐かしのトレーラージャパンですね。これどういう意味なんですか、テゲテゲって何なんですかね、これね。26トン700、よいしょ、よっ。はい、これね横の側面にね発泡をね全面にこう用意してます。これなんでこうやってるかっていうとね、今日ねあのカゴ車のね荷物を積むんでね、これねここにね、まあ下には桟がついてるんですけど、こんだけねついてるんですけど、ここついてないんで、ここがもうガリガリにカゴで削れるのがダメなんで、でこれでこう緩衝材を入れといたらこれで傷つかないから、でこうやってるんですよね。こんな感じで、はい。でこれ一番前はねこんな感じでいらない資材、使わない資材ですね、余った発泡とかこういう資材とかですねをここに、止めてます。はい、こんな感じですね。はい、さあ、それではね今から積み込みに向かいたいと思います。今日はねカメラアングルね、あの後ろの僕の運転する姿が今日は多分完璧だと思います。あのカメラの、あの位置をちょっと頑張ってちょっと設置してみたんで、ちょっと楽しみにしておいてください。はい、それでは行ってみましょう。お、ボルボが出発ですね。先輩が出発しました。お気をつけて行ってらっしゃい。よし、はい、次僕。今からね出発の準備が整ったんで、ジュースとコーヒーを買ってね出発したいと思います。めっちゃ汗かいて暑いわ、ほんま。はい、今日も皆さん一日頑張りましょう。車内に戻ってきました。どうですかこのアングル、いい感じですかね。ちょっとこのティッシュ箱とかちょっとね、ティッシュちょっとしまっておきましょうか、上にね。こういうものをどけてね、ここでどけといて、これでちょっと見やすいですかね。はい、それではね、早速ね、今もう点検とか全部終わったんでね、今からね、出発したいと思います。初のアングルですね。はい、これちなみに、娘から、お誕生日おめでとうってケーキの絵を描いてくれたんで、それをね、バインダーに挟んでいきたいと思います。よし。はい、エンジンかけまーす。はい。デジタコ入れまーす。よいしょ。いやー、しかし暑いですね、ほんまに。ちょっと待ってくださいね、日報書きますんでね、ちょっと待ってくださいよ。リアルタイムですよ皆さん、リアルですよ。メーターをねまず書きたいと思います。それではね、早速出発していきたいと思います。よし、あ、あれですね、やっちゃいましたね。
ちょうど今出ようかな思った。またほら、黒の車目の前止まりましたね。あれちょっと出られへんパターンですね。あそこは一番ちょっと止めてもらいたくない場所ですよね。しかも空車なんでちょっと足上がってるんでね。運転手さんが乗ってたんやったらね、ちょっとどいてもらえるけどね、よいしょ。まあとりあえず行きましょうか。よいしょ。よいしょ。早速ね、いつものトレーラージャパンの、ところを左折していきます。ちょっと早めに出て下道でね、今日は行こうかなと思います。ただ今日いつもと箱が違うんでね、シャーシっていうかそのタイヤの持っていく場所がね、人が立ってるんで、ちょっと待ってね、人が、よいしょ、緊張するっすよね、逆に、ねえ、なんかね、カメラアングルが前じゃなくて後ろから撮られてるっていうね。コーヒー飲もうと思ったらほら、このタイミングね。よっしゃ、いいアングルですか、皆さん。よいしょ。大型トレーラーの車窓からお届けいたします。やっとこのアングルができました。嬉しいな、なんかな、自分で自分の動画見るときもなんかちょっと嬉しいな。いつかこういうね、なんかこう全体的なアングルで撮ってみたいなっていうね、念願というかね、願いはあったんですよね。何を言うてんねんてな。ね、よいしょ、よいしょ。次こそ、今信号赤になりましたからね。赤になったんでコーヒーを飲まさせていただきますよ。はい、いただきます、コーヒー。よいしょ、よいしょ。うん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 、ちょっと待ちなはれ。ちょっとなんで今日は宮田にコーヒー飲ませてくれへんの。一生懸命お片付けして汗かいたのに冷たいコーヒーぐらい飲ませてえな。よいしょ。今日はね、下道で行くんですけど、皆
港を抜けていきたいと思います。はい、南港を抜けていく感じですね。左よし、後方よし。後ろのリアカーテンって眩しいし、ベッド窓を閉めてるんですけど、なんちゅうんかな、こうカメラを後ろに取り付けるがためにカーテンしてたら邪魔なんで取り付けられへんので、カメラを、なんでもう今日は後ろ開けてます。まあ安全のためにね、開いてる方がいいっちゃいいんですよね。ただ夜走ってるとね、後ろから追い抜いてくるね、ヘッドライトとかが後ろのリア窓からビヤってきて、こっちのガラスとかこの前のこのガラスに反射して眩しいんすよね。なんで僕基本閉めてるんですけど、後ろね、特にそれ以外はそんなに意味はないんですけど、ちょっと左寄ってきましょうか。よっしゃ、はい、ちょっとバスをかわしてね、右よし、右後方よし。うわー、今日雨降れへんかな。ねえ、車検上がりでねえ、まあ、そんなに汚れてなかったですね。車検入れる前に綺麗にやっといたんでね。はい、よいしょ、よっしゃ、右よし、右後方よし、よっしゃ。本来だったらここから高速ね、持って行ってもう大丈夫なんですけど、はい、やっぱりね、時間にゆとりがあるときはね、そっからそこなんでね、ちょっと節約していきたいと思います。まあ、電話かかってきてね、呼ばれるんですけどもね、荷物できたよ、どこどこつけてよって言ってくれるんですけど、まあそれまでね、ちょっと、時間が余裕あるんで、はい、のんびりと、まあ、せっかくね、撮影もしてるんでね、高速もいいけども、まあ、南港のね、この下道もいいかなと。信号変わりますね。行きますか、あの車。ベタベタじゃないですか、あの車。行きましたね。ぴょんぴょん跳ねてますね。